どうも、ジョブチームよちです。ブラックです。今回も戦意ふともの戦技術アプリをやっていこうと思うんですが、今回はガチスカに入るコンディションの波大きい選手ということで、今回6名ね、ちょっとおまじという意味で厳選して選んできたんで、紹介していければなというふうに思います。コンディションの波大きいって言えば悪いことばっかりじゃなくて、絶好調になる率っていうのもめちゃめちゃ高いんですよね。高いっすね。その代わり絶不調になる率も結構あるんだけど、だからまあなんか両極端みたいな。ベンチワークが増えれば、絶好調の時だけに使えばいいわけだから、はい、まあかなり価値が出てきたということで、はい、まあおもちゃ TV の方でも調べてきたんでね。そうだね。まあ今回紹介してない選手とかで、まあコンディションの波大きい選手で強い選手とかいたらね、ぜひコメント欄で教えてほしいんですけど。まあ6名ということでね、まず1人目がこちらパウロ・ディバラの、これね、週刊 FP のリンクワードのパウロ・ディバラですね。これがめちゃめちゃ強かったです。まあ、スルーパスがないっていうぐらいかな、唯一。ただ、スルーパスないというグランダーパス数値もこれだけ高いんで。でも、ディバラってさ、結構いろんな種類来てるよね。そう、このディバラがただ、やっぱ一番強かったかな。あ、なるほど。で、しかも、このディバラが唯一リンクフォワードなんですよね。ちなみに、絶好調で来るから、まあ、こう絶好調にして、チームスタイルを100にすると、相当能力が高くなるんですよ。もう90台がめちゃめちゃ多くなってくるって。決定力も90だしね。まあ、総合値も100になるっていうね。持ってたらちょっと使ってみるのありだよね、はい、でディバラって他のバージョンでもねチャンスメーカーが大体多いんですけど、やっぱりこのリンクのねディバラがまあめちゃめちゃ強いですね。で右側のディバラ、これダービーのやつだと思うんですけど、まあ、全然やっぱり、左側のリンクフォワードの習慣だから、やっぱこれねぶっ壊れてたんですよね。そう、アルゼンチンパックのディバラも比較してもですね、まあ強いんですよねやっぱり。はい、そして2人目はねロメル・ルカクということで、一撃がある選手なんですよね。まあハーランドとかそういった選手と同じように、やっぱ身長が大きくて空中戦が強いんで、本当にこの選手があの空中戦で決めてくるってことも多いし、あとはやっぱりスピードとかも速いから、足元はないんだけど裏に抜け出してって、この決定力とキック力88で結構振ってくるっていう、本当怖い選手だったんですよね。ただやっぱ新しいシーズンになって枠が広がったことによって、なんかさらに使ってる人はよく見るなっていう。で何がいいかって、ワンパ持ってるんですよね。この巨体でワンパ持ってるっていう、意外とラインブレーカーとかセンターフォワードの選手って、まあ、今の現役選手そうなんですけど、ワンパを持ってる選手ってやっぱいないんですよね。絶好調だったら、まあ、かなりやっぱり能力は いかれるんで、こういう選手も1枠入れておくだけで戦術の幅広がりますし、ルカクはチェイシングも持っててアグレッシブネスも高い、はい、この感じになってるから、まあ、そういった意味でもちょっとね、事故るって意味でもちょっと怖い。はい、そして今後の波大きいの代表的選手ではこの選手でしょう。ハカン・チャルハノールということで、まあ、このチャルハノールが一番強いんで、このチャルハノールを紹介してますけど、ぶっちゃけね、週刊とかのチャルハノールも結構強いんで、チャルハノールに関しては週刊とか他のチャルハノールでもいいんじゃないかなって感じはします。あと能力は、まあこれお任せで振ってるんですけど、ものすごいことになってますね。足りないところで言えばワンシューはないぐらいかな。はい、こんな感じで週刊 FP と比較すると、総合値は1勝ってて、まあ能力は、まあ若干、やっぱりダービーの方が強いのかなって感じはしますけど、ただ十分ね、この週刊のチャルハノールでも、まあまあまあ、俺結構、週刊のチャルハノール使うけど、決定力がやっぱ高い。高いね。だからやっぱ俺、週刊の方が決定力高いから好きかなっていう感じするんだけど。ただね、CS の方はね、こっから今、スキル追加で育成できるんで。まあ、それもあるね。だからこれにダブルタッチとかね、ワンシューとかつけたら、まあ強いから。落ちるかな、やっぱり92だと、ちょっと落ちる。でもやっぱりまあそうは言っても能力は高いんでね、何かしらねあの持ってる方、まあでも結構あれか、これトルコのやつとかだからな、意外と引いてない人もいるのかな。いやでも週刊で当たってる人もいるんじゃない、うん、そうそうそう、2回か2回ぐらい来てるのかな。2回来てますね。だから、まあ、週刊で来たら週刊でいいかな。今回の中でもまあおすすめのナンバーワン。はい、そして4人目こちらエデン・アザール。これねワールドカップの時紹介しましたね、個別で、うん、アザールもかなり活躍の場広がるんじゃないか。とにかくボールが持ちやすい、ワンパ持っててスルパ持ってるって言った選手なんで、確定のダブルタッチはないんだけど、身長も173センチぐらいで、これだけボールコントロールからボールキープが高くてボディバラ高いんで、個人的にはやっぱりメッシとかネイマールとかよりも、俺はなんかボールのタッチ感とか持ちやすさっていうのは、ていうかeeフットボールの中で一番いいなっていうぐらい感じた。あとアザールは結構レアでね、やっぱりこのレアルのアザール、まあ、2回しか来てないんですよね。だからちょっとレア度も高いんですよ。多分ベルギーパックも買ってない人は多分買ってないと思うんで、ちょっとレア度は高いんですけど、持ってたら普通にベンチに入れて絶頂になったら、全然使っていけるんじゃないかなって。まあやっぱりベルギーパックの方がただ能力は強いですね。これ100になって絶好調になるとどうなるの？どうなるかっていうと、えぐい！みんな100になるわ、総合値。決定力どうなの？決定力
もうちょい上げてもいいかな、個人的には俺ドリブラーもうちょい下げてもいいかなって感じはしますね。まあ好き好きだとは思うんですけど、ボディバラとかもちょっとあの下げてもいいかなって感じです。まあこれ絶好調でちょっとあれを考えちゃうとあれなんですけど、でもさコンディションの波大きいだったら基本絶好調で多分入れることになるじゃん。まあそうだね、だからその多分基準でいいと思うんだよね、うん、なんかわざわざその枠を広げてコンディションの波大きい選手を入れてるんだったら、コンディションの調子が普通の時のことを加味してもしょうがないなって感じするから、うん、100で考えても全然いいかなとは思いますけど、まあこういうのでもいいよね。決定力82、どういう風に育成しても強いと思うから。本当にもうこの辺の選手でぶっ壊れてるから、絶好調になって使うって考えちゃうともう全員100になってるし。はい、そして、こちら5人目、ポール・ポグバという、ポグバもね最近来たんですよ、このユベントスのやつが。で波が大きいね、波大きいかなとか言ってたら新環境になって枠が広がったから使えるやんと思ってね、最大レベル、まあこれおまかせ育成振るとこんな感じ。能力やっぱえぐいっすよね。191センチのボックス、2ボックス、足元の数値が高くてパスが上手い選手なんてまずいないぞ、190超えて、うん、ただこれもねなんかスキルの付け替えがあるなーっていうのがありますよね。ダブルタッチとかつけてもいいし、なんかここにブロッカーつけてもいいし、でポグバはやっぱり中盤での存在感がね本当ビエラ並みと言ってもいいぐらいで、本当190センチあって足がとにかく長いんですよね。まあでもいいフットボール使ってる人は本当見ないけど、やっぱりっていうのもポグバも全然来てないです、やっぱり、うん、少ないんですよね。であのこれ指名契約です、覚えてるかな、だいぶ前に来たこの指名契約のやつ、これと比較してもですね結構今回の方がやっぱりまあ全体的に能力は強いかなっていう。ただまあ2ぐらいなんで、まあ、最悪、別にこのユベントスの新しいポグを持ってなくても指名契約でも使っていけるかな。チームスタイル100で絶好調になるとこの選手も総合値が全員100いくというね、能力がぶっ壊れ。この選手もでもあれだね、やっぱ決定力が著しく低い。決定力はね俺上げた方がいいと思うんで、パスとかはまあさすがにここまでね上げないで、決定力これ1も振ってないから、決定力をねあの8ぐらいまで上げていいんじゃないかな、うん、この育成の仕方とかでも全然こっちの方がなんかいいだね、良さそうだね、めちゃめちゃ強いよね、うん、で最後ですね結構、コアなところに行きます。エドワルド・サルビオって、これメキシコのなんかね無料ガチャで引けたりとか、今結構メキシコのね、イベントが来るんですよ、うん、あのスキル追加のだから持ってる人もいるんじゃないかな、課金すればゲットできるんですよ、100円取り切りだったかな。この選手も結構面白いっすね、スキルがまあ優秀、ダブタ持ってワンボ持ってスレパ持ってワンシュー持ってみたいな。でまあこの選手も、絶好調にして TS を100にすると、まあ、ちょっとさっきたちの選手たちは劣るけど、まあ、やっぱり総合値が98いくということで、まあ、足元は相当高いし瞬発もあってっていう、まあ、俺はねもうちょいこのドリブルの部分はね抑えていいかなって、やっぱ決定力はね80のしてあげたいなっていうのがあるかな、うん、でこのディフェンスの1のところとかもまあちょっと削っていいかな、まあこれ結構強いな、こうやって見るとこの選手とかもね持ってたら本当に超使ってみる、価値がありそうだなっていう、ね、まあこんな感じでね、6名選んできたんですけど、コンディションの波大きいの選手をベンチに何名置くかっていう、俺はね2人入れてもいいんじゃないかなって感じはするんだよ、ね、2、3名は入れても良さそうだよね、できれば欲張って3人ぐらい入れてもなんかまあ面白いよね、うん、だってそしたらその3人の中の多分誰か1人は絶好調になる可能性がかなり高いんでっていうのがね結構面白いところなんで、なんかもし、コンディションの波大きい選手、僕はこの選手使ってますみたいなのがあればですね、はい、ぜひぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいです。この動画が良かったら参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録お願いしてあげて嬉しいです。としたらさらっぽー。